対面交通とは、歩道と車道の区別のない道路で、車両は左側通行、歩行者は右側通行のように、車両と歩行者とが道路の同じ片側では向かい合って通行することを言う。車両が右側通行の国では、対面交通の場合は歩行者は左側通行となる。車両と歩行者とが相互を認識しながら、 通行することができるので安全である、との考えに基づいている。日本とは逆に車両が右側通行である国々では、歩行者は左側通行となっている例が多いが、規定のない国や、両側が認められている国もあり、必ずしもすべての国で対面交通が法的に定められているわけではない。1900年6月21日、警視庁は、 道路取締り規則を制定し、左側通行を初採用した。日本では、車両と歩行者が同じく左側通行であったが、終戦直後死亡事故が頻発したことから、道路交通取締法改正施行により1949年11月1日に、車両左側、歩行者右側通行の対面交通が採用された。その際、 歩行者の通行区分を右側通行に変更したが、鉄道駅構内は現在も左側通行が採用されているところが多い。また、盲導犬は道路の左側を歩くよう訓練されており、道交法でも左側通行が認められている。大韓帝国時代の1905年に大韓帝国規定で右側通行が規定され、 日本統治時代の1921年に内地に合わせて左側通行となった。そして、米軍軍世紀の1946年に車両が右側通行に変更され、対面交通が始まった。しかし、2009年10月1日に駅、空港等の公共交通施設や公共交通機関内で歩行者も右側通行に変更され、長らく、 韓国でも続いた対面交通は廃止された。車両の左側通行を行っている。地域車両の右側通行を行っている。地域車両の左側通行車両の、右側通行車両は原則として、道路中央よりも左側の部分を通行しなければ、ならないとする左側通行と、この逆に車両は原則として、道路中央よりも右側の部分を通行しなければ、 ならないとする右側通行とがある。日本においては上述のように左側通行が取られ、道路交通法第17条第4項に、車両は道路の中央から左の部分を通行しなければならないと定められている。従って、車両は原則として、道路の中央から右の部分に、その全部または一部をはみ出して通行することができない。ただし、以下の例外がある。 当該道路が一方通行の場合当該道路の左側部分の福音が当該車両の通行に十分でない場合当該車両が道路上の何らかの障害のため当該道路の左側部分を通行することができない場合法令上追い越しのために右側部分にはみ出して通行することが禁止される場合を除いて当該道路の左側部分の福音が6メートルに満たない道路で 他の車両を追い越そうとする場合、勾配の急な道路の曲がり角付近で、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行する場合通行側採用の理由には、様々な説がある。日本の左側通行については、江戸時代頃から武士などが左腰に刺している刀が、触れ合うことを避けて、 自然と左側通行になっていたという説や、明治政府がイギリスの制度に反を取ったためとする説などがある。一方、欧州大陸諸国においては、ローマ帝国の時代には、左側通行が採用されていたという記録がある。その後の右側通行については、馬車の御車は、右手で鞭を振るうので、対抗する馬車に鞭を当てないために自然と、 右側通行になったという説や、フランス革命の際に、教会の定めていた左側通行に対抗して、右側通行にし、その後、ナポレオンがヨーロッパ各地を占領していったことで、普及したなどといった説がある。アメリカ合衆国の右側通行は、道路行政を担当した官僚がオランダ出身だったためという説や、 独立によって、イギリスの支配から脱した記念に転換したとする説などがある。しかし、どの説も決め手にかけ、なぜ、左、右側通行になったのか、はっきりとわかっていない。右側通行を採用している国が多数になっている。人口比では、 左側通行と右側通行の比率が34、66で、道路の総延長距離では27.5、72.5になる。左側通行といった、イギリスの影響を受けた国や地域が多い。また、旧オランダ領のインドネシアスリナム、旧ポルトガル領のモザンビーク東ティモールマカオは、本国が右側通行に変更した後も引き続き、 左側通行を維持している。その他で、左側通行を採用している国や地域は、日本、タイなどである。右側通行一つの国の領内でも、地域によって、通行区分が異なる場合がある。中国返還後の香港及び、マカオのほかアメリカ領、バージン諸島は、アメリカ合衆国の領土であるが、左側通行である。また、イギリス領のジブラルタルは、 右側通行である。さらに、沖縄県もかつては、右側通行であった。左右通行区分が異なるタイと、ラオス両国を結ぶ、タイラオス有効橋は、左側通行であり、通行区分を逆転させるためラオス、側手前で上下線が、平面交差によって入れ替わる構造になっている。一方、第二タイラオス有効橋は、右側通行であり、タイ側で上下線が、 平面交差によって入れ替わっている。左ハンドルと右ハンドル改造された日本の中古車本来は日本国内専用車のため右ハンドルしか存在しないが輸出先は右ハンドル車が登録不可のため左ハンドルに改造されている。自動車のハンドル位置は通常左側通行国ではホイールローダーなどの建設機械を除いて右ハンドル車 右側通行国では、左ハンドル車が使用される。すなわち、運転席の位置はそれぞれ道路の内側となる。これは車両すれ違い時の安全性や右さ折時、追い越し時などの視界、対向車の確認のしやすさなどを考慮した結果であり、デファクトスタンダードともなっている。逆位置の自動車の登録や走行を認めないという、法的規制がある国も多い。 そのため外国に自動車を輸出する自動車メーカーは同一車種について左右ハンドル両方の仕様を設計、製造することが一般的である。輸入中古車に対し車両改造業者でハンドル位置変更の改造が行われることもある。しかし例外的に左側通行の日本では主に消費者の指向から輸入車の一部が左ハンドルのままで販売されているほか、 オールテレーンクレーンやホイールローダーなどの建設機械では左折時の巻き込み事故や幅寄せ時の接触事故防止の観点から例外的に左ハンドルを採用している。また左側通行時代のスウェーデンでは左ハンドル車が主流であった。右側通行の地域でも左側通行の国から中古車を輸入したため右ハンドル車が多数存在するという例もある。 例えば右側通行のロシアでは日本から中古車を多数輸入しており、現地で右ハンドルのまま使用されている。また一部アジア諸国でも同様の現象があり、モンゴル、ミャンマー、北朝鮮、アフガニスタンといった国々がそれに該当する。ミャンマーでは隣国のタイから輸入した右ハンドルの中古車も多く見られ、走行する車の大部分は右ハンドル車である。 なお、アメリカ領、バージン諸島は、左側通行であるが、自動車は、アメリカ本国仕様に準じた左ハンドル車である。右側通行の国の車でも、右ハンドルのみという場合が存在する。初期の自動車の多くは、通行方式の左右に関係なく右ハンドルだった。これはレバーを操作するのに都合が良いためであり、右側通行の国で、 左ハンドル車が一般化するのは、フォードモデル T が登場する1908年からである。それ以降も、保守的な高級車は、右ハンドルを堅持し続けていた。近年でも、イタリアのフェラーリ 250LM、西ドイツのポルシェ935モビーディック、アメリカのフォード GT40 は、右ハンドルのみである。それらの車は、 ルマン24時間レースでの競技走行を念頭に置いて設計されており、レースのコースが時計回りであるため、右ハンドルの方が視界の上で有利となるからである。車両の通行側は20世紀初頭から第2次世界大戦前後にかけて主に左側通行から右側通行へ交通側の転換が行われたケースが各地で存在する。自動車が普及し、 交通インフラが整備された国や地域での左右、交通区分の転換は、住民への周知徹底、信号機や道路標識の全面的変更、道路の構造変更、乗車扉を変更するためのバスの更新など、多大な費用と事故の危険が伴うため非常に稀である。それでも、近年では、以下のような例がある。ありがとうございます。